この時間風は収まっていますさあゲーティン終わりましたスタートしました外で14番バンケドミンゴが好スタートを切りました内輪2番のテリトーリアル3番心の灯台コーダッシュさあ真ん中から12番のロザムールが飛び出してスタンド前坂を上がります16番のウィン・エクシードこれが2番手につけて2番のテリトーリアルと並んでいきました外から14番バンケドミンゴさらには17番のバイオスパークも前へ前へ と上がっていきましたこの馬群の中に9番のヒシーグアスさらにうちは8番、リュヌルージュが続いています。 1>, 1コーナー回っていきましたまず先手は12番ロザムール1馬審半リード16番ウィン・ニクシード2番手12コーナー中間インの3番手2番のテリトーリアルで2コーナーです1馬審差14番バンケ・ドミンゴ今日は4番手その後八8番リュヌルージュ前から5投目でインコース3番心の灯台が続いて外は17番バイオスパーク1段その後九9番のヒシー・イグアス中段前馬群の中で向正面に出ましたそして15番のダーリントンホール中段の一角その の後ろになった11番のディープボンド残り 1000m 切りました最初の 1000m は1分2秒0ですそして中段後ろから4番のマイネルサーパスインコース外は5番のショーナンバルディ並んでいきましたニバシンがいて13番シークレットラン800を切って3コーナーその後10番のアールスターは後方集団で1番のロードクエストが進出3コーナーカーブ7番マウントゴールドは交代おしまいから2投目最後方から6番カデナが徐々に進出600を切って34コーナー中間です 十二番ロザムールが先頭、並んでいく十六番ウィン・エクシード、四コーナーカーブ、三番手をつけながら十四番バンケドミンゴですが、その外からムチが入った十七番バイオスパーク、そして内は二番のテリトリアルで直線コースに入りました。前二頭、十二番ロザムールが先頭か、十六番ウィン・エクシード、この二頭、そしてその外へと持ち出す三番テリトリアルが三番手から前を追って、その外から九番のヒシングアスが追い込んできた、その内からは三番心の灯台、さあ九番のヒシングアスか、心の灯台か、ヒシングアスか、 シーグアスターコーリー心の灯台2着その後にバシンがいて16番ウィンエクシード三着でした